料理は鶏肉と鶏肉のチーズパン粉焼きですね。まあちょっとねあれだったけど、うん、まあそんな感じですね。あとアスパラガスとかね、アスパラガスはちょっと揚げるだけでしたね。うん、まあね毎日料理するって大変ですね。うん、まあ今ね紐でやってる人もいるしね、別に男の人が女の人がとかじゃなくて、うん、まあ女の人がね仕事バリバリする人もいれば、男性がね家のことをやる人もおるし、うん、まあ男性とか女性とかついてもね、遺伝子レベルで言えば全部女性だから、まあ、ついて前ついてようがついて前が誰がやってもいいんですよ。それは料理とかね、うん、男の人は化粧したらいかんとかそういう決まりもないし、最悪自分がいいっていうものをやらなきゃね、もし結婚してもうまくいかないですよ、それは、ね、うん、ですね、料理とか掃除でもね、配信の人でも料理が好きで、ね、家庭が好きな人いて、紐になりたいって言って紐でやってる人が今住んでる人いるけど、まあ、それがいいんですよ本当に、うん、で今ね配信者の人もなんか女性ではね、まあ、本当に女性と言いつけちゃいけないけど、優しい人多くてね、喧嘩するのも面倒で、それが正しいんですよ。でも男の人も化粧してる人も多いし、したくない人はしなければいいだけなんですね。自分がしたいかしたくないかの問題ね。仕事したいかしたくないか、それも それぞれ、うん、配信のねおじさんでもね、仕事はあんまり押し付けない方がいいって言ったね。働かざる者の食うべからずは上級国民向けの言葉だったんだけど、まあ政府とか官僚が作ったひねくってね、働かない人は悪いように言ったんですよ、うん、まあそういうものでしたね。だから自分がしたいものをする、うん、それが一番なんですよ本当。これから本当は昭和の時代からやっとかなきゃいけなかったことを今やってるっていうわけですね、うん、まあ、昭和、大正、明治、大正、令和、明治、大正、昭和、平成、令和、うん、で昭和生まれの人って言ったらもう江戸時代ぐらいの感覚ですよね。私なんか江戸時代ぐらいの感覚なんでしょうね、人から見たらね、うん、それだけ時が経ち続けたということね、失敗した人生がね。これを唐揚げを入れていていきたいと思いますね。うん、まあ今日このそう鶏肉のチーズパン粉焼きっていうとですね、うん、まあね毎日こう料理する人すごいなと私は思います。うん、まあちょっと惣菜とかに足してもいいけど、惣菜も油多いからね。うん、これね米粉油なんですよ。まあ、サラダ油よりは米粉油の方がねいいんじゃないかなと思ってするんですけどね。ちょっとね、まあ、そっちの消費が増えていけば米粉も油も安くなると思うんだけどね、私はね、うん、量産化するとね何でも安くなるんですよ。アスパラガスね、ちょっともうちょっと油切った方がいいかな。これはちょっと油多かったね、うん、でこれに塩もまぶしたんですね、うん、ソルト、うん、ソルトはそう塩ですからね。ソルトってすごい名前よね、うん、ですね、うん、ちょっと油多いなこれな、うん、ちょっと切れればよかったな、しょうがない、もうこれ以上切れないんで、もうちょっとねペーパー寄ってもらわなきゃいけないんですね、うん、でこれを入れていくって感じですね。ちょっとこう油がね切れればよかったなと思うんだけどね、うん、まあ毎日料理する人もいるんだくさいね、うん、と思うけどね。まあこれから料理とか何でもね、男の女とかもうやめた方がいいですね。誰でもやれば、やりたい人がやればいい。動画は中途半端になっちゃったけどね、最初撮ったものはちょっと消えちゃったんですよ。うん、それでね、動画が中途半端になりました。まあ一応出来上がりましたね。アスパラと揚げたものですね。まあ、よかったと見てください。どうぞ。